はいどうも、パラプンテージェルサッカーチャンネルのつつんですとれ。今回はガンバ大阪新海ゴールキーパー一森復帰、そしてサガン鳥栖は丸橋獲得と。 いいうことでござままして、まあ、今回2本目の移籍の話にはなってきますけれどもねよろしくお願いいたでしますと、えー、いうことでまあ、サガン鳥栖の話題今回やってきますけれどもね僕もあの鳥栖市民なんですねフレスポ、週何回も通ってる身にになってきますけどもね鳥栖に関しては今シーズンも来シーズンもですけども今シーズンもとか、まあ、来シーズンもですけれども全試合プレビュー、レビュー等をやっていこうと思いますんでよかったらちゃんとよろしくお願いいたでしまという宣伝にはなってきますけれども、ね、そう丸橋ね、ねいい選手取ったんじゃないかと。 えー、いうことです、ねまあこのあとこの話に関してはやっていきまして歌詞もゴールキーパー補強と、ね、いうことでございましてまあえー、もう12月も終わろうとしています。結構 発表がスローな感じがします。昨年がだから11月に、ね、オフが始まってね、2ヶ月かけて遺跡情報が出たんで、なんか多かった感じもするんですけども、今年はまあ12月終了で天皇杯ももう終わっていて、どんどん発表あるかと思ったんですけどもね、意外とゆっくりというところでございました。さ、えー、じゃあまず今回話やっていこうとよろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことでこちらでございますね。そう、トス、えー、前全セレッソ大阪、丸橋と、 えいうことでね、来ましたね。で、一応これ、左出してるのは、今シーズンの主なメンバープラス、レンタル組ですね。で、えー、対談選手の名前はもう外してあるはずですね。まあ、ちょっとね、えー、藤原選手ね、一緒にこう写真撮ってもらったことがあるんでね、ちょっと寂しいっちゃ寂しいですけどもね。ってことは、まあ、そんな時期でございます。まあ、去る人いれば来る人もいるというところで、本当ね、えー、去った選手には、もう本当ありがとうというところと、今後の活躍を期待というところと、来てくれる選手に関しては、もう来週、 シーズンの突然の突活躍をとといううここででしょかかかねこれでだから見て上杉選手、木村選手で、A、丸橋選手というところで最終ラインね補強成功まあ右もね本職が少ないっちゃ少ないんだけれども長澤選手も大器は入ってきますしまあうーんセンターバックと左のサイドバックに比べるとは右はね緊急性は薄いんでまあまあまあ、うん、順調な補強じゃなんかというところでしょうまあ、中野深也のガンバ完全席と坂本選手の移籍、まあ ンタルバックはちょっと寂しいものもありますけどもねで、まあえー、待望の本職サイドバックというところでございますね、どうしても本職サイドバックがいいなど、まあ、菊池選手、これで、まあ、サイドバックじゃなくて本職の、まあ、もう一列前ぐらいで使えるんじゃないか、それこそ岩崎選手がね本当福岡に行ってしまうのであれば、菊池選手をサイドハーフの、まあ、1番手、2番手で使っていくのもいいでしょうしね、マラ、えー、選手、実はもう契約満了というところでねうん、対談をしておりました。ただ、まあ、セストも若干サイドバック 事情が、ね、どうなんだちょっとありますけれども、えーそう、マラシ選手は退団というところで、この間、ちょっと、ね、契約満了の動画を撮りました、まあ、サガン鳥栖、えー、にお勧めする契約満了選手みたいな話をして、そこでも、ね、マラ選手の名前を挙げました、まあ、ただ、まあうん、来てくれる選手がいればありがたいし、まし、あ、マラシュに関して本当補強ポジションというか、ね、必要だというのは間違いなかったんで、ね、まあまあまあいいんじゃないかと、本、え、当、ー、素晴らしい補強は僕はなると思ってるりただ、ね、今シーズン、J リーグでは,実は出番がなかった、J1 では出番がない、ちょっと怪我の影響もあったと思うんですけども、ね ちょっと、ねまあ、セレッソの方が、まあ、山中選手いて船木選手という若い選手がいてみたいな、まあ、山中選手は若干怪我がちであったんですけどね。ということで、まあ、実は、ね、J リーグで出番がなかった、えー、マーラー選手になってきますけれどもただまあ少なくとも昨年まではクロスの精度ですよねこの左足から放たれるこのクロスの精度はやっぱりこう一級品のものがありますんでね、まあ、左サイドからの,このクロスとというところを期待したいところにはなってきますし、まあ、もちろん左利きの左サイドバックになりますんで、まあ、クロスワークもスムーズ。まあ、運んでそのままも モーションで持ち帰ることなくねボールを持ち帰ることなく、クロスを上げることができますんで、まあ、この補強自体は相当僕はね期待したいというところでしょうかね。であと、やっぱ若手の手本としても期待したい。まあそれこそねサイドバックがだから菊池選手、奈良選手中ね本職じゃない2名が今シーズンやっていたんで、まあ、菊池選手、さっき言った、もう1列前でし、奈良選手もそうですけどもね。でいとこなんで、まあ、サイドバック、奈良選手をメインにその控えにも菊池選手、えー、奈良選手等がやっていくんでしょうけどもね。でもほんとこんこだけいろんな経験 経験してきたまあ、タイにもいった選手にもなってきますし、まあ、セレッソほぼ一筋みたいだから、選手なんですけどもね、この経験というところはですけど、トスに還元してほしいというところでしょうかね、本当にね、いい補強をしておりますよね、まあ、前線もね、ビニッシュサーロイト選手を取っておりますし、まあ、あとは契約更新、またらです、ね、パィセンとかね、え本田楓チとか、この辺の契約更新がね、えー、まあ、というところなんで、あとはそこかな、あとは多分、契約満了でトスの補強は終わるのかな、まあ、 ボランチ、ね、河原選手とか手塚選手とかよくね、えー、よく残したなっていう感じが正直しておりますんでねまあえー、来季以降、中盤は盤石でありであとは前線のところで、まあ、岩崎選手抜けてもなんとかなるんじゃないかあと荒木選手とのレンタルバックがあるかどうかというところでございましょうしかしまあ基本的には中盤の選手岩崎選手以外はねまあ、レギュラークラス抜けそうな選手多分いないんでまあ純粋な戦力アップとして考えることができるんじゃないかという今年のオフにはなっておりますよね。はい んでこちらそう一森選手というところで、も、まあ、元々ねガンマの選手だってね、ねマイナスに行って活躍ということで、ま一、あ、森選手もねガンマでは3番手でしたもんね、東口がいて、谷がいて、みたいなで出番求めていたマイナスで大活躍というところでございまして、まあ、これで一森選手復帰なんで。まあ 正直東口選手と争っていくんでしょうけど、やっぱポエトス監督、サッカーといえばゴールキーパーからつな、えー、いでいくしいっかりポゼッションしていくというところなんで、まあ、市森選手もドハマりするというところ間違いないんで、これ、後ろ結構がっちりになりましたね、まあ、中野深夜の覚醒に期待したいところにもありますし、で中谷選手の補強も成功で、右に関しても岸本選手が、ねえー、完全移籍できましたし、高尾選手がね札幌に行くんじゃないかみたいな話もありますけど、もそもそもこやっぱハンダリックがね、えー 残ってくれたら1番手、半田クで2番手、岸本選手とかで3番手、高尾選手みたいになるのかもしれませんけどもまあ、来季ね、岸本選手、半田選手2枚いれば十分ね、ガンバのサイドバック右は特に強固なものになるでしょうしまあまあまあ非常にいい補強ができてるんじゃないかというところあと、田中俊太がどうなんですかね、なんかね、セレストに行くんじゃないかみたいなセレスト濃厚みたいな話が出ておりますんでうん、どうなるかわかりませんけどもただちょっとガンバの中盤がね、後ろは結構がっちりしてきましたよね。 例えば山本由紀選手の代わりに山田選手ですね、これ別の動画で話しましたけどね、山田コー,ターまあ僕も山田コーは好きです、あの山形時代から、ね、好きな選手で、もともと浜のプリンスですね、横浜 F ・マイナスプリンスだった山田が今度は山形行って山のプリンスって言われてね、でそこからレイソル来たんですけども、もただやっぱレイソル時代のインサードハーフはあんまりいいイメージがなくて、で途中から、ね、本来のポジションであるツートップの一角でプレーするみたいなのがありました、もう正直、昨今シーズンか、えー、今シーズンか、もういいか、まだ,まだ今シーズンね。えー 今シーズンの途中でもインサイドハーフやった時もね、いやー山田コーダはそこじゃねえんじゃないかって話はね実はレイスルの動画の時なんかか話をしていてでツートップのときにやっぱ山田ってここがいいよねみたいなちょっと改めて思ったんですけれどもただ、まあ、ま、えー、さっきも言った通り別の動画でも話しておりますけれどもまあ、環境変わればねまあ、これまでハマなかったインサイドハーフでもハマる可能性もゼロではないんだよ、ね、まで、あ、そこをパイトス監督がどういう風に、えー、落とし込んでいるかと、まあ、間違いなくポジション型のクラブでレイスル以外ではずっとやってきた選手なんでね。まあえー るる可能性もあるしやっぱそこは環境変わればでしょうねうんこれまでそこではまらなかったけれども環境変わってねあれうちではそこではまらなかった、ね、なんで他のクラブ行ったらみたいな,なんか結構ありますんでねそこはちょっともし来ればですけどね期待したいただ山本由紀選手みたいなちょっと、ね、特徴とは違うんでねうん山本由紀みたいなプレーはちょっと求めてはいけないし違うところにまた特徴がある選手なんでねというところでしょうかねでガンバーあと山下選手のね、えー、獲得も決まったんねでねであそうか鈴木キリ武蔵はこれ外さんというかな、ね、で そうかもう数記者も決まったんでこれ外しましょうかねというところでツイー外しときますねであと杉山選手とかちょっとね入りたいなんか入隊団の入りえ入隊団 <laughs> の入りってない、ね、入隊団のですけど噂ミックスありますんでこの辺は年越すのかなうんちょっとわかりませんけれどもただ杉山選手はねあれ山形がねウィング補強して木田選手の獲得が 発表あってあと加藤選手の獲得もねえっ、ー、と山形ありましたんで、実は山形はね両ウィング獲得成功しちゃったんですね。でまあ、両ウィング獲得した、まあ、木田選手に関しても J2 屈指のねウィングですし、まあ、J1 でもやる選手なんですけども、も山形というとこなんで、杉山選手どうなんだろうな、移籍すんのかな、ちょっと分かりませんけれども、もちょっとねウィングのところ山形、豊橋があったんで、もしかして残るみたいなところあるかもしれませんけどもね。はいでこちら そう、えー、鹿島ですね、じゃあやっぱ今年ちょっと監督決まるのが遅かったせいか若干動きが、ね、遅くはなっておりますで、見てるとゴールキーパー、梶川選手の獲得発表ということで、まあ、足元うまいです、この選手はマリノスでも、ね、やってたゴールキーパーにはなりますんで、足元がうまい、まあ、早川選手とは若干特徴が違いますね、やっぱ早川選手は単純にこうゴールキーパー能力が高い、セービングとかのところになってきますけども、も、まあ、梶川選手は早川選手よりも足元がうまいみたいなところになってきます。 んでまあ、両者、特徴が違うっていうところ、ただ、やっぱ早川選手が高めた評価というのはやっぱ、ね、ありますんで、ただ、ね、ポビッチ監督、変わりますんで、ゴールキーパーで求めてくるのも変わるでしょうし、いやゴールキーパーって監督、変われば結構横一線、まあ、ゴールキーパーだけじゃないけれどもというところなんで、そ、ま、の、あ、ゴールキーパー争いをちょっとね、歌詞も楽しみところだというところでしょうかね。で まあレンタル組含めたメンバー構成になりますんで、これで見ていくと、林選手、どうするんですかね、ヴェルディに行ってますけど、林選手、ねちょっと庄司選手がね、ゼルビアの方行っちゃったんで、センターバックが若干手薄かな、これ一応、出番があった選手とか、出番が多かった選手を中心に入れているんで、多分センターバック、若手選手は確かいたと思うんですよね、ゴールキーパーもね、韓国人ゴールキーパーがいるように、出番がなかった選手に感謝、ちょっと入れてはいないんですけど、多分センターバックいましたよね、若手が。確かね違った すいませんというところなんですけれどもね、そこに期待するかというところかもしれませんけども、ちょっと林選手のレンタルバックは気にはなりますよね。まあこれでちょっとセンターバックの補強が必要かどうか変わりそうですし、キューインテに関しても今湘南にね、もういっちゃったというかね、もうあれなんでね、どうなるかというところでしょう。で、下田選手はまた来季もいわきというところなんで、まあ、んね、2年契約、2年レンタルのうち1年後あって大活躍を見せたんで、ま来季以降来たと。で、あとはパレジ選手が来ましたんでね。まあということで、ま鹿島も動いております。 はどこをどうするか、まあとはだから、園、えー、の選手どうなるかとは、諸岡選手、僕もね、ちょっとね、えー、他のクラブで見てみたい、まあ、全然これね、将来的には J1 でもやれる選手とは思うんですけど、ちょっと諸岡選手に関しては、才能があるんで、他のクラブで出番を与えたほうがいいんじゃないかという感じもしておりますけど、さあ、えー、鹿島、これからゆっくりですけどね、えー、動いていくかというところ、ちょっと注目には、えー、なってきますけどもね、はい。ンルでカチャ